レバナスで銃を手に入れる。レバレッジ投資会付きです。本日もよろしくお願いいたします。さあ。 株式の方がね、反発したということなんですけれど、まあ、ナスダック系はね、弱かったのかなというふうに思います。ただしね、インフレ減速を交換と、ドル円の方は132円台になっているということになってます。ビットコインの方はね、動いておりますので、チェックしていきましょうと。えそして、この番組のね、趣旨をちょっと最近誤解している方がね、いてるのかなということで、まあ、このね、タイミングでお伝えさせていただきますと、この番組っていうのは、レバナス トクルを使って私がいかにファイヤーをしていくのかっていうのを見ていただくと特にレバナスの定期購入積み立てを教えるだけでねファイヤーできますよそれを見ていただく番組なんですけれどレバナスをね月1回購入して はい、今月はパーセンテージがマイナスです、プラスです、なんてやっててもね、全くつまらないということなので、レバナスは定期積み立てでね、がっつりと購入していきながら、まあ日々ね、SOXL をね、売買して、 えそのね、レバナス積み立て10年間でスタートしてる、レバナス積み立てをね、まあ、少しでも退屈しのぎになればということで、s o x l の取引をしたりとか、まあ、その他の取引をしたりとかっていうふうにしてるんですよね。ということなので、基本的にはね、 私はレバナスを勧めてる、速度を進めてるんではなくて、私がレバナスを使って、速度を使ってファイアーしていくのを見ていただくということになってるんですけれど、なんか最近ね、私がレバナスとか速度とかをね、進めて、そして何か再生数を稼いでるというふうにね、勘違いされてる人がいますので、私はレバナスも速度も好きですし、 これを使えばファイヤーできるというふうに思ってますけれど、あくまでもそれを進めてるんではなくて、私が実践に試してみてファイヤーできるのかを見ていただく番組ということなのでね、そのあたりお間違いのないようによろしくお願いします。それでは、レバナス作戦会議、今日もスタートです。さあ、まずはね、ビットコインの方が動いておりますので見ていきます。16,822ということで、もうほとんど値、ね、動きがないですよね、ということでね、もう ビットコイン、息しているのかというね、えー、ことで、どうなんでしょう。えー、ビットコインっていうのはナスダック100の先行指標だと言われておりましたので、じゃあ、ナスダック100の方も当分ね、えー、レンジに入っていくのかどうかということで、まあ、今年はね、ほとんど、えー、秋内の方は終わったんじゃないかなということで、えー、26日はアメリカは休みと、27、28と、えー、マーケットは開くんですけれどもね、まあ、大した値動きはないのかなということで、えー、11月9日からのね、レンジ継続にはね、変わりなしと。 ポイントビットコインの方なんですけれどね、マイナス14.4%ということでね、まあ14%から9%ぐらいをね、行ったり来たりと、マイナスのまま漂ってるということなんですよね。落ちるんだったら早くね、15,500ぐらいまでバスーンと落ちていただいて、そしてそこでね、ポイントの方を追加して、次上昇した時にね、利格っていうことをしたいんですけれど、まあ動かないのでしょうがないと。えー、これだけ、 ビットコインの方が動きませんと、MacBook の購入の資金に充てたいというのはね、何年先になるのか分からないので、MacBook がひょっとしたら iPad、Air とかに、ね、変わっていく可能性もあると。 そして今日はね、ナスダック100先物の,の方は、マーケットが開いておりませんのでね、こちらの方はお休みしてと。まあ、その代わりというわけではないんですけれど、トップ Q の方の、ね、チャートを見ていきましょうということで、まあ、こちらね、何が一番ね、ポイントになってくるかというと、まあ、私が今観測しているトップ9、ソクル、ティクル、 ウェーブルの、ね、値の中で、まあ、一番ね、52週の最安値に近いんじゃないかというふうに、ね、考えておりますので、ひょっとすると27、28、今年中にね、まあ、最安値付近、再度接近する可能性もあるんじゃないのかなということで、まあ、こちらの方を、ね、取り上げてみています。まあ、正直な話、27、28ってかなり出来高がね、細ってくると思うんですよね。出来高が細ってくるイコール少しの買い、少しの売りでね、値段が大きく動くと ということもあるので、ワンチャンス52種の最安値付近、最接近というところはね、まあ、気をつけていかないといけないのかなと。トップ9の出来高プロファイルということでね、まあ、最近の出来高の方を、ね、見てるんですけれど、ほとんど売る方と、ね、買う方でね、まあ、半々なのかなということで、まあ、頻繁に ETF 商品なんでね売買されているというのが、まあ、これね見て取れるのかなと。ただやっぱり18.31のところにね、 ラインの方があります。ここがね、熱く、ねえー。さっきからこの子にね、えー、邪魔されてばっかりということで。そしてね、えー、18。 18.3 1 18. あたりがね、一番ボリュームがついているということなので、まあ18.3 1あたりになると、まあ売りぶつけられているのかなと、まあ短期でね、利材を稼いでいる人が多いのかなというようなデータですよね。それは SOXL にも言えるんですけれど、SOXL の方がね、頻繁に売り買いされているということで、かなりね、儲けている人もね、たくさんいるんだろうなと。今はローバイ売りをかけているというよりは、下でしっかりと購入して、上で売り抜けているというような、ね、図式になっている のかさあそれではアイフリーレバ v e l a g e n a s d a q 1 0 0台はレバナース23日の基準価格は1万6184円楽天レバナスの方が3843円でしたそうしまして26日アメリカのマーケットは開きませんけれども日本の証券会社さんは普通に営業しますので 台和の基準価格が出てきますと。QLD がプラス0.48をつけておりますので、26日の台和価格は16,213円、楽天が3,861円ということになっております。まあもちろんなんですけれどね、レバナスが17,000円、楽天が4,000円を切っているということなので、スポット購入ランプは激しく点灯中と。まあ、今年中にね、2万円台を回復するのかななんてね、淡いことを考えて 考えていたんですけれど、回復せずと、え年末最後までえしっかりと安いレバナスを購入させていただけるということなのでね、ね、まあ、めちゃめちゃこの暴落っていうのはありがたかったかなと。え次私が毎月の 楽天で購入しているレバナスの方は、1月の4日、こちらの方でね、薬状するということになってましたんで、1月の4日、さあ、いくらからスタートしていくのか、すごく楽しみだと。まあ、去年はね、年始が高かったということで、高値スタートだったんですけれど、来年は安値から入って、来年の12月ぐらいにはね、お今年はよく上がったね、というようなお話をできればいいなと思っております。 さあ、絶対に負けない SOXL 取引ということでね、昨日、えー、まあ10ドルを切ってるんで、ドル店の方をしておいて、まあしっかりとね、購入の方をしました。13株購入しましたので、平均取得単価が 12.65までね、落ちて240株に増えていると。まあ、あまりね、大きく資金を入れたくない理由が2つあると。まだそれは9ドル台ということなのと、あと1つは、これは一応短期用のね、取引ということで保有している SOXL なんで、まあ、基本的にはね、あのリバランスをかけていきながら株数、保有株数を増やして、平均取得単価を下げていくということがしたいので、現金を入れて、 下げるとということは、ねえー、やめております保管、えー、の保有しております、長期枠で保有しております SOXL の方をしっかりと購入しているということになってますのでね、す、え、べ、ー、ての資産を私は公開しているわけではありませんので、私の資産形成全体的にはね、私しか知りませんので、ねん、なんで参考だけしか買わないんだと思われている方もいていると思いますけれど、あくまでもこれはね、短期から中期用の SOXL ということなんで、リバランスをかけて、このね、240株を、ね 300株400株500株、株、株とと増やしてていいきたいと思っております。さあ、27日火曜日です。次の、ね、マーケットが開いていくのは、えー、ここで SOXL が再度下落するようなことがあれば、ね、まあ、もう少しだけ購入しておいてもいいのかなということで、もちろん、曜日9.77つけてますけれども、まあ、これよりも下でなかったらね、面白くないということで、16%下落することがあれば、8.2まで落ちるんですけれども、あ ここまで落ちる材料というのがないですよね、ということで、まあ、せいぜいね、5%ぐらい動いていくのかなというふうに考えてますんで、まあ、マイナス5%下に降った時は9.28ということになってきますので、まあ、ここをね、不審に、まあ、差し値の方は入れていきたいかなと、9.28,9.35。まあ、このあたりでね、もう少し購入できるんだったら購入してみたいなと思っております。まあ、今のね、平均取得単価、東賀さんの方のね、SOXL の方は平均取得 が11.3962なんで、まあ、これを、ね、えさっさと来年売ってしまって、え次はマネクス証券の12.65を、こちらの方を、ね、えざっくりと売っていきたいなと思っております。そしてデータ取りのために、ね、え持っておりますトップ9の方ですねの方はえプラス3.59ということになってますので、まあ、いかに、ね、えそこ、ね、付近で購入していればいう、ね、株価が低迷しているときでも、ね、しっかりとプラスになるということを、ね、見ていただきたいんで、 購入してるだけで、え別にトップ9これでね、ファイヤーできるなんて思ってませんよ。たった2株ですからね、データ取りのために使っております。トップ9の方の差し値もね、考えましょう。17.59で金曜日フィニッシュしております。下にマイナス5%振れば16.71ということになってきます。12月23日金曜日の最安値が16.83だったんで、まあこのね、16.71、16.83、16.97とかね、まあこのあたり17ドルを 切ってるところぐらいでね、刺さったらラッキーぐらいの勢いでトップ9を狙うんだったらね、この辺りが、えー、まあ刺し根ポイントに、ね、なってくるのかなと、まあ、安くね、刺し根入れようと思えばいくらでも入れれますけれど、刺さらなかったら意味がないということなので、まあ、現実的なね妥協点というのがね、まあ、この辺りなのかなというふうに思っております。 さあ、3例は、ボラリッツ選手権ということでね、いきますと、LABU がマイナス7.05オーセントということでね、大きく下落しております。SPXL がプラス1.51、トップ Q がプラス0.29、ティクルがプラス0.18、ウェーブルがプラス0.18、SOXL がマイナス0.10ということに、ね、なっておりますので、 金曜日、栄冠に輝いたのは LABU ということになっております。これで SOXL が8、w e b b l が6、LABU が6、t i c ル l e が1というね、トップを取っているということになってくるんですけれど、観測している理由が2つありまして、まあ1つはね、ボラ率が一番高いのはどれだと、まあ、その商品を積極的に使っていきたいというのがあるのと、あともう1つはね、この LABU ですね、 どうもね、他の商品と比べて値動きが違うんですよね。LBABU だけが上昇していた日があったりとか、l a b u が今回のように大きく下げてるとかっていうのがあるんで、 短期でね、えー、まあ私は勝負ね、どの商品でしていこうかなと思ってますと、まあ SOXL がダントツだとは思ってるんですけれど、SOXL と違うね、動きをする商品を持っていたら、SOXL が上昇してるのに LABU が下落してるとかっていうことがあればね、えー、その短期の売買をね、し、えー、ていく中で、動きの違う商品があるということは、えー、これかなりね、面白いんじゃないかなと。一番ね、この売買してて、 暇なのが、レンジに入ってね、売るに売れず、買うに買えずという状態に陥ってしまいますと、動画のネタがね、どんどんなくなっていってしまうということになりますので、まあ、このままね、はい、LABU と SXL が相反するようなチャートの動きになってくるのであれば、まあ、LABU の方もね、使っていきたいかなと思って観測しております。指数ボラ率選手権ということでね、こちらは SPY、S&P500 が0.58、首位を奪還しました。999が0.22。 そしてテクノロジーが0.10、半導体が0.09ということになっておりますので、これで半導体が4回、S&P500 が2回、999が1回ね、周囲を獲得していると。 というね、えー、状態になりましたので、まあ、このチャンネルは別にね、あの、短期枠でガンガン取引をしながら、それだけでね、えー、ファイヤーを目指していくというね、えー、番組ではなくて、あくまでも、えレバナンスを長期積み立てして、保有して、ファイヤーをしていくと。えー、ただ、それだけではね、え投資番組としては、面白くないということなので、s、SO、x l の短期取引、こちらの方をしながら、まあ、いかにね、s、SO、x l とかレバナンスとかっていうのが、暴落が来た時に仕込んで、訴訟するまで待てばね、 ボ儲ロけロができきまますすよとといいいいううのをねね、まあ、皆さんにに見ててたただきたいという、ねえー、番組になっております、えー、私の投入してる資金っていうのは、あくまでも番組用のね投入資金ということになっております、ね。これ全財産だとかってね、思われると、まあ、すごくね、えー、困ったなというふうに思うんですけれど、まあ別に思わせるんだったら、思わせておいてもいいのかなということでね、まあ今までは、えー、そんな気しか投資してないんですかとかっていうね、コメントにいちいち目くじら立てて反論してるということはないんですけれどもね、あくまでも、えー、これはね、えー、投資系エンター テメントレバナース毎月5万円で10年間でファイアできるのか、これが最大のね、はい、うちの番組の趣旨ということになっていきまして、私がファイアできるのか、ちゃんと10年後にね、ファイアしていくことができるのかっていう、そのね、奇跡を見ていただきたいというね、番組になっておりますのでね、そのあたり、しっかりとね、理解していただければと思います。さあ、今日から3日間。 ライブ放送の方がありません。アメリカのマーケットが動きませんので、ということで、ね、次は27日、こちらの方のね、ライブ放送で皆さんとお会いしていきたいと思います。ただし動画の方はね、最低1日1本は更新していきますので、普段ね、マーケットが動いている時にはね、お話しできないようなお話、資産形成に対してのね、まあお話などもね、バンバンしていきたいと思いますので、動画の方もね、よろしくお願いいたします。 最後までご視聴ありがとうございました。次のライブ放送でお会いしましょう。さようなら。